九州大学2014年の力学に関する入試問題です。一番の問題ですが、前半と後半二部構成になっています。まず前半の問題ですけれども、その前に一番の問題は問1から問7まであります。前半の問題は問1から問4の4問題、後半の問題が問5から問7まであります。で、前半の問題ですけれども、ここに、台があります。台は、最初は前半の問題では固定しています。で、ここに バネが取り付けられているわけですね。で、バネの自然長は、何もつけてない時の自然長は0です。ここがで、上向きを正の方向とします。で、ここの板 A の質量がスモール M、大きさは無視するわけですね。で、 QB の質量はラージ M とします。で、押し縮めて離して、この摩擦のない斜面上を A と B が一体となって動くまでの運動、それから板 A と B が離れる時の、離れた以後の A と B の運動についての問題があります。で、後半の問題ですけれども、同じ、この台ですけれども、今度はそのここですね、加速度全体のこの台を加速度で左方向に加速度 A イコールルート3分の G でもって加速するわけですね。で、あとは前半の問題と同じく板 A と板 B が縮めて離すわけですね。で、 A と B が一体となった時の運動で、板 A と B が離れる場合ですね、離れた以後の運動、その時に B がここから斜方投射されるわけですね。その時の最高点をたくさん求めなさいという問題があります。問題文はこのようになっています。問1番ですけれども、斜面上でバネと板 A が釣り合っている、QB がないわけですね。板 A とこの取り付けられたバネが釣り合っているわけですね。釣り合いの位置の板 A の X0 を求めようというわけです。でも、原点がここに、バネだけのその自然長の長さがここですね、0ですから、板 A が質量スモール M ですから、その釣り合っているわけですね、またそのないところで、その時の X0 を求めなさいという問題です。質量が、板 A の質量がスモール M ですから、このような自然長の原点 O から、こういう位置にあるわけですね。で、釣り合っているわけです。で、釣り合っているということはどういうことかというと、板 A にはそのこの重力と、それからバネと、バネがありますから、縮んだもので逆にこういう方向に生じているわけですね。で、これは原点 O がここですから、マイナス X0 ですね。ですから K のマイナス X0 だというわけですね。右正方正だと。 なぜならば、こういう、例えばここでこういうふうにしてあるとすると、ここが原点とすると、この縮んでいると、X0 だけ縮んでいるわけですね。こちらは正ですから、じゃあこちらの方にプラスの方の方に伸びた場合は、逆にそのこちら向きですね。ですから、こういう方向です。この縮んだ方がマイナス X0 ですね。ですから、その時は力は、弾性力がこういう方向に働いていますから正です。ですから K-X0 と表されます。で、こちら、もしこちらの方になると KX0 ですが、その時はこちら向きですね。こちら向きです。ですから、この A にはこういう力と、これが何かというと、ここが30度ですから、ここがどうなるかというと、ここがこれとこれと2分の30度、
やる、ここが60度ですね、ここが30度になりますね、ここは。ここが30度ですが、MG のサイン30度で、2分の MG、2分の1 MG ですね。まあ、MG のサイン30度。まあ、こちらも正ですから、マイナスになるというわけですね。マイナスになると。ですから、このプラスマイナスを考えない子に、その小ミーズの大きさだけを考えると、この弾性力と、弾性力とこの MG サイン30度が等しいというわけですね。これから X0 はどう表せるかというと、 K 分のこれが2分の1ですね。サイン30度は2分の1ですから、2分の MG だと。ですから X0 は 2K 分の MG だというわけですけれども、ここが0ですから、こちらが負の方向ですから、答えは X0 はまあマイナス 2K 分の MG だと。ここのマイナスがいるということに気をつけないといけないわけですね。まあ、こういう答えになるわけです。これ今は大きさだけでやりましたが、まあこういうふうになるというわけですね。でもう一つのやり方としては、その合力が0だというわけですね、釣り合っているという。ですから、まあこのやり方ではなくて、もう一つは合力がゼロですから、ここに働いている力は結局 K のマイナスの X0 足す、これがマイナス方向ですね、マイナスの MG330 だと。これがゼロだと、こういうやり方で、これがマイナス KX0、 これがマイナス2分の MG だと。これが0ですから、 KX0 はこちらを持ってくるとマイナス2分の 1mg ですね。よって X0 はもうこの場合はまあマイナス 2k 分の mg とちゃんと出るわけですね。この場合はですからマイナスがちゃんとこの場合は出ているというわけですね。最初からまあ X マイナス正に正負にきちっとこだわって書けば、まあこういうふうになります。次は問い2番ですが、 X イコールマイナス D、まあ、ここの原点からこちら向きですね。板 A と Q B を押し付けるわけですね、押し付け合ってまあ縮めたわけですね。 D だけの位置までバネを縮めて静かに離したわけです。板 A と B をですね。で KD、 その時には KD はそのこの D ですね、 D はその M プラス MG よりも大だというわけですね。まあこれとこれがまあ静かに釣り合っている状態では、まあ2分の1かっこ M プラス M の G ですね、3 30度ですから、それよりも、ま、もっと大きいというわけですね、釣り合いの位置から。で問い2番ですが、板 A と QB の加速度を A、まあ、この手を離すわけですね。手を離したら、まあ、こういうふうにして A と B が一体となっている時の運動を考えます。でその時ですね、板 A と B が押し合う力の差 F とする、座標 X における、まあ、ここですね、 X における A と B の運動方程式を表せ、まあ、その時はこのもう必要なものを用いて表しなさいということです。またこの式から A と F を求めなさいというわけですね。まずその A と B のそれぞれの運動程式ですが、まず板 A についてはどうかというわけですね。でこちら向きに、まあ手を離したらこちら向きにプラス方向にまあ加速して運動するわけですけれども、その時の運動でですね、運動方程式はどうかというと、運動方程式というのは、まあその左辺としては板 A の質量 M で加速度が A ですから、でこちらはどういう力が働いているかという、つまり合力ですね。この板 A を着目すると、何と接触しているかというと、 B と QB と接触していますから、接触している者同士はまあ左右反作用で、まあこちらの板 A は B からこういう方向に押し合う力、まあ言ってみれば垂直抗力ですね、こちら向きに受けていると。 B については逆にこちら向きですね。で板 A についてはこういう方向、それから板自身の重力の斜面方向性はマイナス2分の 1mg ですね。MG さえ30度ですから、もうマイナス2分の 1mg だというわけですね。でもう一つはバネと接触していますから、バネが弾性力によってここから X だけ、 X、まあ、D はこちらの方向ですね、もっと大きい D は、そうやって離したら、まあ、ここがまあ X だというわけですね。 X における
まあこれはマイナスになりますから、ゼロがこちらですから、今後におけるそのこんだけ縮んだ状態ですから K の括弧マイナス X だというわけですね。ですからまあこういう方向、マイナス X の場合は今さっきも1番で言いましたが、原点からこちら向きはマイナス X で0で、その時弾性力はこちらの方向ですね。で逆に原点からこちら向きに伸びた状態ですから、逆に力がこうなるわけですね。 KX というのは負の方向になるというわけで、まあこういう方向ですから、どういう力かというと K のマイナスの X と、これはまあ右方向と考えて、次はこれですね、マイナスの F だと、次はマイナスの2分の1 mg だと、こういう合力が働いている。ですからこれを整理すると、結局マイナス KX マイナス F マイナス2分の1 mg だと。ですから A についての運動と式はこういうふうになるわけですね。それでは B に、QB についてはどういう力が働いているかというわけですね。QB についての運動としては、まあ、質量がラージ M で、同じように A と B が一体となっていますから加速度が A だと。でこちらの右辺はどういう力かというと、何と接触しているかというと、位体 A と接触しています、 QB は。ですから今さっきも言ったように作用反作用で F という力が右向きに働いているわけですね。 QB には F という、でその自身の重力が働いていますから、それの斜面方向性はマイナス1分の1 mg ですね。この2力です。バネの弾性力は、これはバネとは直接介在していませんから、接触していませんから、板 A と接触した上でのこの力ですから、この2つしかないわけですね。 B は QB についての、ですからこちら向きは F は正だと。それからこちらがマイナス1分の1 mg ですね。ですからこういう式になって、結局、B についての運動方程式は F マイナスの2分の1 mg だというわけですね。ですからこれが運動方程式になります。で1番が終わりましたが、今度は2番ですね。そのこの運動方程式2つの認識から、 A と加速度と F を求めなさいという問題になります。これを見ると、 A と B の運動方程式をよく見るとマイナスと F と F がありますから、 A とこの認識を足せばいいわけですね。ですからまあ1と2を、これを2とすると、まあ これが1となりますから、これを1としましょう。こうしましょう。ですから1式と2式をより足すと、右辺は左辺はですね、 M プラス M の A だと。これとこれ足します、変電足しますから、これとこれ消えますね。ですからマイナスの KX とこれ消えて、これがマイナス2分の1でくくると、M プラス M の G になるわけですね。これとこれで、で結局 A は M プラス M 分の M プラス M で割れますから、でこれが割れてマイナス2分の 1G だというわけですね。これが結局これが加速度になるわけですね。ですからもうマイナスになってますね。で次に F を求めますが、 F はここへ持って、こちらの方が簡単ですから、2より F は BMA プラスの2分の 1mg ですね。でこの A をここへ持ってきます。で計算すればいいわけですね。今さっき求めたこの A をここ持ってくるわけですね。で、ここが M の、これがここが来ました。で、M の 1mg ですね。で、これとこれかけたらがこうなります。で、これと M と、マイナス2分の 1mg とこれで消えますから、結局こういう式になるわけですね。ですから、力はこういうふうになるわけですね。次は問い3番の括弧1番ですが、 A と B が離れる瞬間、まあここで D だけ縮めて離していったわけですね。で一定 A と B の一体となった運動があるわけですが、その原点からの離れた距離 X における、まあ、A と B がまあ一緒にくっついている状態の時のその力、押し合う関係がこういう力になっていました。加速度がこうですね。で離れる瞬間のエクザイルはどこかというわけですね。その時に2番として、その時の X 方向の速度 V を求めなさいというわけですね。でまずその1番ですけれども、X 座標ですね、これ求めるわけですけれども、
離れる瞬間ということは A と B がおっしゃっているそのまあ作用反作用があるわけですが、 F が0の時ですね、言ってみれば垂直抗力が0だというわけですね。 F が0の時の X 座標は何かというと、これが0ですから、これはあとは正ですから、 F が0ですから、これがもうすでに X が0だということがすぐ分かりますね。これが X が0の時は F が0だというわけですね。つまりここです、バネだけのこの自然長の長さの時にも弾性力ありませんから、まあ離れるというわけですね。ですから X が0、原点 O の時にも A と B が離れるということが言えます。でその時の速さですけれども、その時の速さはどうかというと、ここで原点 O から D だけ縮めて手を離したわけですね。ですからここでもう離れるわけです。ですからここでの弾性エネルギーが全てですね、その時の弾性エネルギーでもってこう摩擦がありませんから、ここで Q と板 A と離れる瞬間ですから、まあその時の速さが V とするわけですね。でここの長さがいくらかというと、ここが D ですから、この高さがここ30度ですから、もう2分の D だというわけですね。2分の D だと、ですから位置エネルギーと運動エネルギー、しかもここでの弾性エネルギーはもう伸びがないですから0だと。ですからでエネルギー保存速でいうと2分の1 KD 以上というその大元の弾性エネルギーでもって、ここ運動エネルギー、しかも位置エネルギーが変化するわけですね。転化するわけです。ですからその時の速さが2分の1の一緒になっていますから、まずこう V 字上ですね。でプラスのここが M プラス M の G の2分の D だと、 MGHH ですね。これだけの位置エネルギーだというわけですね。でこれから V を出せばいいわけですね。で求めたいのはこれですから、まあ、2分の1が消えますね。でこれはここを持ってきて、これはあとこちら移行すればいいですね。ですから2分の1が消えて KD 以上マイナスのこれですね、 M プラス M の GD だと。 V 以上は M プラス M で割るとこれはこう、これは消えますね、 GD。 であとは V は正ですからルートにすると結局これが答えになるわけですね。次は括弧2番ですが、 QB は離れた後 A と板 A と離れた後、まあ、X イコール0で離れるわけですけれども、そこからこちら分岐ですね、斜面上で最高到達点に達して QB だけですね。 QB だけで板 A はもうバネとくっついていますから、 QB はこういうふうに離れて最高到達点に達してもう戻ってくるわけですね。その時の X 座標ですね、最高到達点の X 座標を求めよう。原点がここですから、まあ、この距離だというわけですね。ですからもう QB だけを考えればいいわけですから、原点 O から QB がこう最高到達点に達したと。この最高到達点のここは斜面上の長さが、まあ、X 座標 X ですね。でこれだけまあ上ったわけですね、まあ、位置エネルギーがこうですから、まあエネルギー保存速が使えるわけですよね。ここでの運動エネルギーが今度はここでまあ運動速度が0になりますから、最高到達点ですから位置エネルギーだけに変わるというわけですね。ですから2分の1の M のここでの速さは V 字上が MG のここは X ですから、ここは30度ですから2分の X だというわけですね。ですからこれから X を求めればいいわけですね。ですから2が消える、それから結局 M が消えるというわけですね。ですからやって X は G 分の M が消えて2が消えますから V 字上だと。 V 字上というのはこれでだったわけですね。ですから G 分の1の V 字上ですから、 M プラス M 分の KD 字上マイナスの GD だというわけですね。ですから X はこれでM プラス M の G の KD 字上、 G と G が消えてマイナス D だというわけですね。ですから答えはまあこういうふうになるわけです。次は問4番ですが、今度は板 A と QB がもう離れた後の運動について考えます。で括弧1番は板 A ですね、もう離れた後の板 A はもうここからもうこういうふうにしてます、まあ、振動するわけですね。板 A の加速度を AA とし、 A の運動と式を表しなさいというわけです。まあ、この文字を使って表しなさいという問題ですね。
まずその原点 O から X 離れたところの、まあ、この運動的式を考えるわけですが、このまあ縮んだ状態ですね。ですから X だけ縮んでいますから K のマイナス X、 つまりこういう方向に弾性力が働いているわけですね。でこちらに重力のこういう方向に働いていますから A についての運動的式は M の A の A と、でこちらどういう力かという合力ですね。力の合力は K のマイナスの X という、まあ、こう正方向ですね。でこうプラスのマイナスの2分の1 mg だというやつですね。ですから答えはまあ a の a イコールマイナス kx マイナスの2分の1 mg だと、こういうその式、運動的式になるわけですね。次は括弧2番ですが、括弧1、まあ、全文ですね。括弧1の運動的式はこれです。この運動的式を今度は座標 x の代わりに釣り合いの位置、釣り合いの位置といったらバネ a とバネと板 a の釣り合いの位置といったらもう最初の問題でやりましたね、 x0 です。これこういう式です。原点からこちら向きにマイナス2キューブの mg という位置ですね。釣り合いの位置からの座標 z を用いて書き直しなさいという問題です。板 A と板 A だけの運動はもう単振動ですが、釣り合いの位置を中心にバネと板 A ですから、釣り合いの位置を中心に釣り合いの位置が単振動の中心になりますね。ですからここを中心に単振動するわけですから、もう非常にこのここからでも座標をすると非常に単純化できるわけですね。ですからそのこの方程式をこれよりももっと簡単なシンプルな式になるはずです。ですからその Z で表しなさいというわけですね。 X がではなくて Z で表しなさいということですから、この X をここで言うと ここがマイナス 2K 分の MG ですね。ですから X というのはどういう式で表せるかというと、マイナス 2K 分の MG というそのこれから Z いったらプラス方向ですから、こういうふうにしてかけ合わせると。ですからこれをここに持ってくればいいわけですね。ここへ代入すればいいわけです、この式に。ですから MA の A はマイナスの K の X がこれですね。ですからマイナス 2K 分の MG プラス Z、 これが X です。であとはマイナス2分の 1MG ですから、 MA の A はこれとこれで2プラス、まあ、プラスで2分のMG になりますね。2分の MG とマイナス2分の MG で消えて、これマイナス K と Z とマイナス KZ なんですね。ですからこの復元力になっていますね。 F イコールマイナス KX というこの中心から釣り合いの位置からの変異ですね。ですからまあこういうふうにして、まあこれがまあ復元力になって単振動を表しているわけですね。ですから座標 Z を用いて書き直すと、こういう複雑な式がまあこのこういうふうにして非常に単純化できるわけですね。次は括弧3番ですが、A が板 A が何往復かした後、まあこの今さっき釣り合いの位置ですね、 X0 を中心にして振動するわけですね。板 A はで何往復かした後に A と B は衝突すると、最高点に戻ってきた B と衝突するわけですね。ですがその衝突前の A の単振動の周期 T を求めなさいという問題です。単振動の周期を求めようというわけですね、板 A の。ですからまあここの、まあ、せっかくその全問で2番でやりました、これを使えばいいわけですね。ですから MA の AA という運動方程式がマイナス KZ ですが、 AA ですね、 AA はマイナス M 分の K の Z だと、これ見るとまあ A イコールマイナスオメガ事情 X という形になっていますね。ですからオメガ事情が M 分の K だと言いますね。各振動数のがこれは M 分の K だに相当するわけですね。オメガというのは T 分の2倍の2乗ですから、T 分の2倍はルート M 分の K と出るわけですね。ですからこっちが T 分の2倍、 T はではどうなるかというと、 T がこちら来て、これで割りますから2倍のルートの K 分の M だというですね。まあ言ってみれば板 A がスモール m という質量を持っていますから、バネ定数が k ですから、まあこういうことが、まあ即座にこれが出るわけですが、まあそれの有縁はこういうふうにして言えるわけですね。ですからまあ板 a の単振動の周期はこういうふうになります。
次は問5番からですが、決定的に全問と違うところはこの台を加速させるわけですね。左方向に α イコール加速度がルート3分の g という方加速度でもって動かすというところが違ってきます。で、問題文ですけれども、 x がマイナス d、 まあこの d は正ですが、ここの原点から d だけ離れた位置で1までバネを縮ませたわけですね。 a と b を接触したまま縮ませたわけです。で、台を水平方向左向きに加速度 α イコールルート3分の g の加速度で動かし、 ab を静かに離す。 a と b が接触している間の運動について、まあこの離してからこのバネが伸びるわけですね。その時の運動ですが、括弧1番、台上の観測者から見た時の A と B の加速度を A' A と B が押し合う力の大きさを F' とする。台上の観測者から見た時の A と B の運動方程式を M から X の実質のものを用いて表しなさいという問題です。まあ今までは床の上から外側からこの運動を見てるわけですけれども、今度はこの加速しますから、まあこの台とこの物体とかが、まあ3体ですね、まあ2体問題と言ってもいいわけですけれども、まあ3体問題と言って、まあ、言えるわけですが、非常にまあ複雑になるわけですね。その時にここでまあヒントがあるわけですね。台上の観測者から見た時はどうかということですね。まあ、これでもってまあこの台上から見た場合は、その台上の人もこの加速度によって慣性力を受けますね。全てのものが慣性力を受けるわけですね。逆方向にこの QB と板へ、それから台上の観測者も慣性力をこの右方向に受けるわけですね。加速度が右向きな、マイナス加速度が逆向きになっているわけですね。ですから、まあ物事が運動が単純化できるわけです。じゃあどういうふうに単純化できるかというと、まあ、この QB ですね、板 A がありますけれども、まあ、ここにまあバネが取り付いているわけですけれども、まあ、ここ QB に着目すると、下向きに G という加速度が起きてますね。全てのものが鉛直方向に G です。で、このここのこの斜面方向のじゃあ加速度は、まあ、G による加速度というものは G のサイン30度で、まあ、こちら方向でマイナス、こちらプラスするとマイナス2分の 1G という加速度を持っているわけですね。手を離せば、まあ、バネがなければこういう方向で加速していくわけですけれども、ここの加速度、慣性力を受けていますから逆方向に加速度を受けているわけですね。まあ、α ルート3分の g、 これがまあマイナス3分の g、 ルート3分の g とすると、まあ、プラスルート3分の g ですね。で、ここの斜面方向成分といったらここですね、ここ直角ですから2分のルート3倍ですから、コサイン30度ですから、ルート3分の g のコサイン30度は2分のルート3で2分の g という、やはり2分の g という加速度ですね。この斜面方向のこの台を動かすことによって慣性力を受ける結果の加速、斜面方向の加速度はこうなるって、結局全ての物体がこの斜面方向では相殺されるわけですね。ですから、そのバネがまあ取り付いていなかったら、まあ静止しているわけですね。ですから相殺されて加速度がゼロとなるわけですが、まあそのバネがあるから、バネだけの摩擦がないですから、バネだけの運動になってしまうわけですね。ここが非常に単純化できるわけです。台上の観測者から見たときは、もう非常にこの単純化できるというわけですね。ですから、そのまず A と B の、まず A の運動方程式はどうなるかというと、板 A ですから MA' ですね。じゃあどういう、その板 A にはどういう力が働いているかというと、 X だけ伸び、台 D から X だけいってるわけですね。ですから D のところから X へ行ってますから、マイナス X ですから K のマイナス X プラス、どういう力かというと、あとはこのバネ、男性、A と B が接触しているのはバネと、バネはこれですね。で、 A については B と接触していますから、反作用が F' マイナス F' になるんですね。ですから結局 A の加速、運動方程式はマイナス KX マイナスのF' になるわけですね。あとはもうそのないわけですね。これですから A の運動方程式がこうなるというわけですね。じゃあ B はどうかというと、 B についてはその
まあ単純化できるわけですね。この B は接触しているものは何かというと、もうこの方向だけですから、バネは介在してないですね。でもう A が直接接触してますから、この A による反作用 F ダッシュだけですね。プラス F ダッシュだと。ですから MA ダッシュイクオール結局 F ダッシュしかないわけですね。これですから運動的式はこういうふうになるという、非常に単純化できたわけですね。これ次は括弧2番ですが、括弧全問ですね。全問の1より A と B を今度は一体と見なした時の台上の観測者から見た時の運動的式を M から X のうち必要なものを用いて表しなさいという問題です。ですから台上から見るとこのバネがついていますから、もうこの方向は摩擦がないし、その加速度もこの上と下で今さっきやったというように、全然重力の加速というものも無視していいわけですね。ですから何が働いているかというと、バネによるその単振動のみなわけですね。 A と B が一体となったもう単振動だけになるわけですね。非常にシンプルになるわけです。ですからまあこの本文ではまあヒントがあるわけですね。 F ダッシュを消去して運動的式を表しなさいというヒントがありますけれども、これを見るともう F ダッシュをここに持ってくればいいわけですね。ですから、まあ、あるいはこれとこれがプラスになりますから足してみるわけですね。ですからまあ A たす B よりこの式より、左辺は何かというと M プラス M の A ダッシュでここにとこうなると、これとこれですね。で変弁足しますから、これとこれが消えてマイナス KX だというわけですね。ですからこれは一体となっていますね。これですからこの運動的式がそのこれが復元力になっているわけですね。つまりバネによる復元力になっているわけですね。0から原点から X 離れたところではもうこういう復元力になっているわけですね。ですからバネによる単振動だというわけですね。まあ運動的式はこれが答えになります。次は過去3番です。点 O を通過するとき、まあ、このバネを A と B をのこの離すわけですね。 D 原点から D 離れたところで離したわけですね。で X のときですね、この X のとき、まあ、こちらで見るわけですが、このまた振動するわけですけれども、点 O を通過するときの時刻をここ T、 これ0とするわけですね。で時刻 T、 T は0より小の時、まあこちらになりますが、の時の台上の観測者から見た時の A と B の X 作用、まあここですね、 T イコール0に達しない、ここから出て、まあここから行くわけですから、まあここの X ですね、この見た時の A と B の X 座標、それから X 方向の速度 V' ダッシュ、まあこの時はこういう方向に行きますから V' ダッシュを求めなさいという問題です。まず1番ですけれども、その原点 O ですね。でここから D から始めてこうやって離して単振動するわけですね。ですからまあ端的に言うと、これを振幅が D ですね、間をこの単振動するわけですね。まず T が0からこうなるわけですが、 T が負の場合はここからまあこうしてここの X 座標を求めるわけですね。まあマイナス X になりますけれども、まあここにおける X 座標はどうかと表せるわけですね。まあ言ってみると、この X というものは D の振幅が D ですから、ここをサインオメガ T、核振動数をオメガとするとこうなるわけですね。これが振幅になってオメガサインオメガ T になるわけです。で T が0の時はここは0ですから X が0になりますね。ちょうどいいわけです。でじゃあ T が負の場合はマイナスになりますね。これマイナスになってるわけですね。これですからまあ一応こうなるわけですが、オメガはありませんから、そのこれオメガはどう表すかというと、オメガイコール T 分の 2π、ですね。まあこれではなくて、ここですね、この一体となったところを考えればいいわけです。 M プラス M から A' は M プラス M 分のマイナス K の X だと。でこれは A イコール、これはマイナスオメガ事乗 X という形になっていますから、オメガ事乗というものがこれに相当するわけですね。M プラス M 分の K だと。よって M が正ですから、核振動数のルートを M プラス M 分の K だというわけですね。ですからここを持ってくればいいわけです。ですから家に X 座標は D の振幅でサインのオメガはこれですね。ルートを M プラス M 分の K の T だというわけですね。
t が負の場合はこちらがマイナスになりますから、マイナスになりますね。 t が0の場合は0になっていますね。ですからまあここ別にマイナスつけなくてもいいと、これから結局こういう式になるんですね。 x 座標はこうになります。次はその時のここに来た時の x 方向の速度 v' こういう方向ですね。その速度を求めなさいというわけですね。 v' で、ここでの座標が x イコール、まあ、簡単に言うと d のサインのオメガ t になるわけですね。オメガというのはまあこれだというわけですね。でこの v というものは、まあ、ここでの v' というのはこの t で微分したものですね。 x ドット、まあ、dt dx というわけですが、これでやるとこの d のこちらが前に来てオメガのサインオメガ t ですからコサインオメガ t になるわけですね。ですから v' というものは d のオメガがこれですね、ルート m 分の k になるわけですね。でコサインのルート m プラス m 分の k の t ですね。ですからまあその時の速度というのは、まあ、時間 t で微分したものだというわけですね。まあ、ここ三角関数 その微分がありますけれども、まあ、これを利用していいわけですね。ですからまあ t が0の時はこれが1になって このこう速さがまあ最大になるわけですね。そのバネによるその中心では最大速度になりますね。これ最初は端っこでは止まっていますから加速度まあ最大になるわけですけれども、ここでは最大速度になるわけですね。まあ、こういう風になっていくわけですが、答えは結局これが v' はこういう風な式になります。次は問い6番です。 A と B が今度は離れる瞬間の X 座標の位置ですね、どこか、およびその時の台上の観測者から見た時の X 方向の速度を求めなさいという問題です。まあ、これはまあ D というところからここ原点を中心にして単進とするわけですね。その時のまあその離れる瞬間はどうかというわけです。離れる瞬間というのはまあ一応垂直抗力が0、あるいは F' を押し合っている力が0だというわけですね。それからまあ求めればいいわけです。 F' が0で0というもうこの前提条件がいるわけですね。ですからこれからこれより MA' をイコール0で、結局 M は正ですから A' が0だというわけですね。で A' が0というのはもうここではもう真ん中だということはまあ分かるわけですが、ここは当てはめてみればいいですね。 MA かけの0イコールマイナス KX マイナスのここ F' が0ですから、結局0イコールマイナス KX だと、これから X は0だということが言えるわけですね。ですから原点 O の時に、その X 離れる瞬間は X が0だと言ってくるんですね。つまりまあバネが伸び、自然長の時に、結局離れるわけですね。これは X が0の時離れますから、ここがまあまあ t が0だというわけですけれども、その時のまず x 座標がまとまったという1番、まあ、これを1とすると、じゃあ2番、その時の速さですね、 v という v ですね、見た時の x 座標の、まあ、v は離れる瞬間ですから、まあ、まだその時は一体ですね。ですからまあこれが使えるわけです。ですからその時の v' はこれが t が0になりますね。ここが x が0ですから t が0だと、 x イコール0、 x が0という時は t が0だというわけですね。ですから t が0を代にすればいいわけです。ここがじゃあ1になりますから、結局 d のルートの m プラスの m 分の k だというわけですね。まあ、最大速度になるわけですね、ここが。ですからその時の速さは、まあ、結局これだというわけですね。まあ、速度ですから方向は、まあ、もちろんこの x 正方向ですね。ですからマイナプラス d わけです。次は問い7番、最後の問題になります。 QB が到達する、まあ、ここで点 O で A と B が離れるわけですね。 ですからまあ B だけ単独に考えればいいわけですね。離れれますから、結局 B がこうその摩擦のないところで等速度運動するわけですね。
もうなぜならばこちらこれもう台が加速していますから、その瞬、ですからこっちとこっち、この斜面方向ではもう等速で運動するわけですね、加速度がありませんから、斜面方向ではですから等速運動して、ここでまあ30度の方向で、車を投射されるわけですね。こうでその時の最高点を O からの高さ、 O からの高さで表しなさいという問題になります。で点 O から、原点から A と B が離れて B が単独にこう、等速度運動するわけですね。その時の速さはここの最大値ですね。この速さでもって、等速運動してます。摩擦がありません。でその速度はこれですね。で30度の方、まあ、30度の、ここも本文に問題にも書いてますが、30度で飛び出したというわけですね。車を投射した。ですから点 O からの高さですから、ここが L で30度ですから、ここが2分の L ですね。ここの高さをまあ求めて足せばいいわけです。ですからこれとこれを出したものですが、まず H を出すのにはこの V のこの炎色方向成分が、ここは30度ですから、V の sin 30度ですね。でここでは炎色方向の高さ最高点では0ですから、この式が使えますね。V の sin 30度の、V の sin 30度のこれの2乗位がマイナスの2のマイナス GH、 2のマイナス GH だと。でこれがマイナス V 次乗、マイナス V 次乗のマイナス V 次乗の4分の1になりますね。2分の1ですから。でこれがマイナス 2GH だと。よって H はもうマイナスマイナスが取れて 8G 分の V 次乗、8G 分の V 次乗だというわけですね。で V 次乗が V は D のこれ最、この最高の速さになりますから、こうなりますね。ですからこれ次乗ですから、 8G 分の1の V 次乗ですから D 次乗、これルートが取れて M プラス M 分の K だと。よって、これがこうなりますから、結局そのここ H、 O 近い、 O からの高さ H、 ラージ H とすると2分の L プラスの H ですから、2分の L プラスのこれが 8M プラス M の G になりますね。分母が KD 以上になると、分子がこうなるわけですね。ですから答えは2分の L プラスの8の M プラス M G 分の KD 以上だと。これが答えになります。